夏もおすすめのやつありますよと。ノースフェイスは基本的にセールになりますので、これはノースフェイスで言うたらちょっともしかしたらお点のアイテムかもしれない。はい、本日はですね、夏のノースフェイスおすすめアイテムをご紹介していきたいなと思います。ということで、ノースフェイスといえば冬場ばっかりやと思ってる方いらっしゃるんですけど、夏もおすすめのやつありますよと、それを紹介させてくださいということでね、今からやっていこうかなと思います。逆にあんまりちょっと微妙やなっていうのもあったりするんですよ。それも正直に言っていきたいなと思います。よろしくお願いします。ではまず質問したでしょ、これいいよねっていうのがショーツ。もうこれは皆さんご存知だと思うんですけど、今年からちょっとバーサタイルミッドっていう、こう長いやつが出てきたんですよ。丈がちょっと長いやつ、ちょっと一回入り見たら分かるんですけども、これぐらいのショーツの丈感からこう一気にね、長くなって、ちょっと何とも言えん丈の長さになっちゃったなっていうところでね、これはノースフェイスで言うたらちょっともしかしたらお点のアイテムかもしれない、もう来年出ないかもしれないっていうような感じで、おそらくね今紹介するやつ全部セールにかかってると思うんですよ。でそれ下の説明欄に載せてはいてるんですけど、このバーサタイルショーツやったらもうちょっとスッキリ履けると、あ確かにこれやったらスッキリ履けるよねと、ショーツの方がやっぱスッキリはしてるよねと思うんやけども、年齢のこと考えるとちょっとこの丈の短さは微妙かなっていう人なんかは、まあおすすめ何かっていうと、これノースフェイスじゃなくなってくるんだけども、ファミリーマートのショーツ。ファミリーマートのショーツはね、意外とあれ使い勝手いいんですよ。僕多分今年のやつ一番使ってんちゃうかなっていうぐらい、このノースフェイスのやつは関係ないんやけども、ファミリーマートはおすすめします。でも皆さん言いたいことは分かってます。いやいやそれは分かってんだけども、ファミリーマートのショーツどこにも売ってないんよと、どこで買ったらええんかなっていう言ったりするんやけども、結構僕もジム行ってたりしたら聞かれます、あれファミマのショーツでどうで売ってますって言われたらね、実はねあるんですよ、ここにって言ったりして買いに行ってはる方いらっしゃるんやけども、もしかしたらその人らもう買い漁った後かもしれんけど、買った場所っていうのがですね、実はどこかというと、むやみやたらにファミリーマートに出てもないです。ある場所っていうのが唯一あるんですよ。それ何なのかっていうと、ビジネスホテルの近くのファミマ、ここに今残ってるんですよね。なんでなんかっていうと、ビジネスホテルの近くって着替え買ったりとか、まあ、下着買ったりとかするじゃないですか。その時に一応ショーツとかも量多めに投入されてるんですよ。ただ田舎のただのコンビニところとかやったらパンツとか置いてても売れないんですよね。だからそういうところには基本靴下ぐらいしか置いてない。靴下とまあ言うて下着、派手な下着ちょっと置いとけぐらいな感じだけども、ビジネスホテルの近くにはとにかく靴下も揃ってるし、下着も揃ってるし、ショーツも揃ってることが多いので、もうここで種明かししちゃったからもうしばらくないかもしれないけども、ノースフェイスもファミリーマートの方が尺使ってるけども、まあ一体そんなことで、まあショーツ、まあこの短いのが微妙や、じゃあ長いの出たからノースフェイスちょうど良かったやん、このバーサタイルミッド出たやん良かったやんってなったけども、まあこれはちょっと思ってるより長いなっていう方はね、そこがいいんじゃないかなと思います。じゃあさっきも言ったように、ノースフェイスは基本的にセールになりますので、まあ 10% になる時もあるし、 20% とかでセール、このショーツなんか 20% 出てたと思うんですけど、そういうのを狙ってもらえたらね、冬のアイテムでも今ノースフェイスがセールになってないやつっていう方が少ないんですよ。だからまあそういうのでお得に買っていただくっていうのも一ついいかなと思います。で、この8月1日から値上がりしたアイテム系なんですけど、それが何かというと、このボディバッグ系ね。で、このボディバッグ系に関しては、入門編のスイープとか、僕が一時ヘビー的に使ってたこのオリオンとか、まあ、この辺とかも基本的には低価というよりかはもう安く売られてることがありますので、この辺をね、買ってて失敗ないんじゃないかなと思います。特にこう、旅行とかお出かけの時とかに、もう汚れてもええねんとかね、ボロボロなってもええねんっていう時なんかは、こういうの、ナイロン系は使いやすいので、1個持っておくとね、便利かなと思います。あと自転車の時なんかも結構使えるのでいいんじゃないかなと。まあ横長はね、そういう時に使いやすいので、こう後ろにフッて回してあげるとチャリンコとかも全然乗れるっていうようなスタイルですし、あと僕個人的にこの間も使ったんやけども、このシリーズ今売ってるかちょっとわからないんですけど、これのはね海とかで使います。防水になってるので、例えばこの中にスマホ入れておくとか、本当はなんかねビールとか入れるようになってるのかな、ちょっとした保冷バッグみたいなもんなんやけども、まあそういう使い方じゃなくて、止水ジップもちゃんと使われてるから、ちょっと海とか行く時なんかはね、この辺意外と使い勝手が良かったりします。で2つ目それボディバッグってことね。で3つ目っていうのが何かっていうと、ちょっとここにはないんですけど、キャンプ系、キャンプ用品、僕テント持ってたりとか、あと何持ってたかな、ちょっと忘れたけど何個か持ってるんですよ。でそれ何がいいのかっていうとね、今の時代もワークマンから普通に安いのを売ってるんですよ。でそれでええやんって全然確かにそう思うんですけど、何がいいのかっていうと、ちょっと時計的な考え方なんだけど、売れる、メルカリとかで出そうと思ったら出せるから、僕は出してないですよ。しっかり倉庫に眠ってますけども、使わず、ほこりまびれになってクボノスが張ってる状態で置いてますけども、まあ、最悪売ろうと思ったら売れる。ただワークマンのやつとかってもう売ろうと思っても売られへんっていうところがあるので、まあ、そういうところで、まあノースフェイスって結構ロゴを好きな方多いので、そういう部分ではね需要があるんじゃないかなと思いますので、もしノースフェイスでなんか夏のアイテム買いたいなってなってきたら、まあショーツ系、これはセールで買えるから、まあショーツのまあビントにするか、ショートにするかまあ任せる。でボディバッグも結構安くセールで買えるので、定価でまあ買わんでもいけるよねってことで、3つ目っていうのがキャンプ用品、これはリセールがいいので、まあ最悪売りゃいいよねっていうところで、この3つはおすすめかなと思います。じゃあ対して他じゃどうなんかっていうところで言うと、やっぱり僕普段から言ってるけど靴系ですよね。
これちょっと弱めっていうことで、スニーカーとか、まあ、ブーツとかそういうのはあるんですけど、ノースフェイスはブーツが非常に防水で強かったり、ダウンブーツみたいなのがあったりしていいかなと思うんですけど、これがね一応防水用になってはいてるんですけど、1万8000円か9000円ぐらいするんですね。それやったらこのオンのスニーカーなんかも値段ほぼ一緒やから、こっちの方がねおすすめですよ。これはもともとランニング用の、シューズから作られたっていうことで、まあ、持ちは持ちやなので、逆にこのオンの T シャツとかは持ちやじゃないじゃないですか。専門は靴やから、まあ服もあるんですよ、帽子とかもあったりするけど、それはちょっと一旦置いといて、オンはまず足からいってくださいと。じゃあノースフェイス何からいくのっていうと、やっぱりこのナイロン系の、ファッションアイテムが、これが得意なんで、そういうところをね攻めてほしいなっていうところで、靴は僕ちょっ と、よくスルーするというか、あんまり皆さんにはおすすめしてないんですけども、同じ金額払うんやったら断然クオリティがやっぱ高い方を選んだ方がいいかなと思ったりするので、まあ、基本的にはこっちなんですけど、まあ、その辺に関してはね、まあ、ロゴが欲しいっていう人もいてるから、そこはまあどうしようもないんですけども、まあ、どうしようもないって言っちゃったけども、まあ、そんなことで夏の靴はちょっとスルーしていいんじゃないかなということがあったりとか、あと次はね T シャツですね。 T シャツもこれもちょっとまあスルーしても全然問題ないかなということで、以前もねどっかの動画で言わせてもらったんですけども、このポリ混合のねポリエステルが混合されている T シャツ、この首ビヨビヨになるんですよね。だからもう切れんくなっちゃうので、まあ、この辺に関してはちょっと改善の余地があるかなと思ったりするんですけど、まあ、ロゴがどうしても欲しいっていう人以外はね、同じ金額でもっといいのいっぱい出てるから、わざわざここに行く必要ないって言えばないかなと思います。例えばこれより安い金額、これってまあ 4,5 千円ぐらいすると思うんですけど、これより安い金額で行くと、まあ、ヘインズのね白っていう T シャツとかは2500円ぐらいであるけども、全然クオリティはそっちの方が高いっていうのもあったりするし、あと逆にね高い方で考えたりしたら、こうやってもう襟ビヨビヨに、首ビヨビヨになって、また来年も買わなあかんねやったら、もう2着で1万円するわけですよ。で1万円すること考えたら、もう1万円の T シャツをサンスペルってやつさっき買っといた方がコスパとしてはいいって僕は思っちゃうので、いいものを長くっていう人はそっちの方がいいかなと思います。そしてね次ね、これもちょっとまあおすすめできひんなっていうのはね、僕の視聴者さんにはおすすめできひんなっていうところが何かっていうと、リュックですね。リュックも全然悪くないんやけども、今すごいねリュックブランドとかいっぱい出ててね、同じ金額でさらにクオリティがもう高いやつがいっぱい出てるんですよ。でこれで大体1万なんぼとかぐらいなんやけども、1万なんぼとかでようこんなクオリティ出してるなっていうバッグとかいっぱいあるので、まあ、わざわざここに行かんでもいいかなというところになってますので、例えばねこういうグッチってね、ビットローファー、これも一番最初に出た革靴なんですけども、じゃあグッチでハンカチ買おうかって言ったら、それはちょっと違うじゃないですか。グッチの本物といえばやっぱりこのレーザー、まあ本物ってことないけど、まあこれかなとなってくるし、じゃあエルメスやと逆にどうかって言ったら、エルメスやとやっぱりハンカチのね柄が良かったりするっていう、それぞれ分野ってやっぱ強いとこみんなあるので、その強いところをやればよりなんていうの、いいコスパのものが手に入って長く愛用できるんじゃないかということになっておりますので、夏のノースフェイスのアイテムというのがですね、僕個人的にはいろいろ買った中でこの辺はおすすめになってくるんじゃないかなと。で秋冬に関してはもう完全マウンテンパーカー一択、マウンテンパーカーさえ買っときゃ問題ないということなんで、もうそれ言っちゃったら秋冬動画作られへんくなりますけども、まあ作るけどね、作りますよ、それでもね喋り続けますけども、まあそんなことで、今日はね夏のノースフェイスのアイテムっていうのはねこの辺がおすすめですよ。で対して逆にこっちっていうのは、コストとその品質が見合ってないよっていうところもね、少しお話しさせていただいたということになってますので、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。